皆さん、こんにちは。こんばんは。今日のお話は、あのお気にのワンピで、久しぶりのラウンジに行くお話です。夜のお店は少しメイクはきつめ、このお気にのワンピ本当に気に入っています。店内は若干暑いので薄着で大丈夫。このライトが赤っぽいのが何か雰囲気ありますね。さて、お店に行きます。男が相変わらずこんな恥ずかしい姿で飲み屋さんに行くと、いつも思うんですが、可愛らしい洋服ほど本当に女の子しているなって気分になります。外に出る時が勇気の一歩。横についた女の子は、普通に気持ち悪いものとして見ないで、普通に接してくれました。これはカメラの説明をしています。自撮りで撮るとき、スマホでコントロールして撮るという話をしてたら、便利だねって言ってくれました。外の席から見たら女の子が2人いるって、本当に見てくれるでしょうか。女の子と気持ちの悪い女装男が、なんでこんなとこにいるんだって、お客さん見てないかなって心の奥底で思っています。久しぶりのこの手のお店だったんですが、意外に入って落ち着いてしまえばもう何のことはありませんね。だけど不思議です。男モードで行ってたら、女の子の胸の谷間とか目が行くんですが、何かそういう目線というか全くないんですよね。これって本当に不思議です。女の子がよく言ってくれるんですが、普通のおじさんの接客よりゆうこさんと話してる方が全然楽しいって前もよく言われました。いや、やはり珍しいのでしょうか。一番困る。お客さんのタイプは
無口な人だそうです。あと男の人だとどうしても警戒の心ができてしまうそうですが、私はもはやこの姿でこれでは男と全く見られてません。ある意味なんか悲しい気持ちになります。とその時、私の隣に座ったのは男の方でした。普段はカウンターの中で作ってるらしいんですが、たまに接客をするそうです。結構あれですね、こう話が慣れた方でした。うん、やっぱりこの時聞いたのは気持ち悪くないですかって聞いたのですが、営業トークか、それはないですよって言ってくれました。適度にアルコールが入ってものすごく気分良くなります。女の子の気持ちはこの時も変わりません。この男性に私の YouTube のアドレスを伝えましたが、これから見てくれるそうです。このあと他の女の子に聞かれました。ゆうこさんは男の人が恋愛対象なの？この質問はよく受けるのですが、実はそこはノーマルなんですよね。あくまで女の子に憧れてこのような格好に変身しています。本当に可愛いものが好きなんです。話はつきませんね。こうして楽しいひとときは過ぎていきました。帰ってきてこんな格好で飲み歩いたんだなってしみじみ思います。久々の女子の格好でラウンジ編でした。ご視聴ありがとうございました。またね。